では私が天白氏を代表して挨拶させていただきますね。皆様、星座界へようこそ。ラフ泉州の空域、航行、貿易に関することはすべて六氏からなる天白氏が行っています。さすが、なんちゃら都市。そういう話をしてるとなんだかすごいオーラがあるね。いえいえ、私はここを訪れる商人をお迎えするのが仕事ですから、こういうかしこまった場面では必ず何か言う必要があるんですよ。とにかくここまで来れば安全です。本来なら皆様を案内すべきなのですが、現在は非常時。まずは四神宮に行き、玉空様に皆様の来訪を報告します。四神宮？見えますか？ここで最も高い建物です。あそこが天白氏の本部となります。早速行きましょう。あら、急いでいませんよ。ただ玉空様に責められたら、私はその責任を負いきれませんから。なんで怖がるの？優しい人だって言ってたよね。六氏に謁見するのなら準備が必要だ。帝雲さん、俺たちに逃げる気はない。先に報告に行ってくれないか。俺たちは後から向かい、四神宮の入り口で待っているよ。わかりました。帝雲さんのペースについていけずに俺が置いていかれるとは。暇な時間が長すぎたせいか。今のうちに一息つこう。これがゆっくりできる最後の時間だろうからな。少し落ち着け。前もって注意しておくが、これから謁見だ。気を緩めず真面目に受け答えするんだぞ。ようおじちゃんは今回の謁見でベロブルグの時みたいなことを繰り返さないか心配してるの？それはない。泉州同盟はそんな無礼なことをしないだろう。だが玉空という人物は俺たちに多くのことを問うはず。なぜ俺たちがこのタイミングで泉州に来たのか、俺たちはどうやって性格を知ったのか、誰が俺たちに情報を提供したのか、返答に気をつけなければ警戒心や敵意を持たれてしまうはずだ。行動するのがかなり難しくなってしまう。やばいね。うちも彼も口がうまい方じゃないし、気を抜いたら間違ったことを言っちゃいそう。ナイスアイディア。うちらは横で雰囲気を演出する係として、幼児ちゃんを応援しよう。いや、もう少し真面目にしてくれ。案ずるより有無が易しだ。心配するな。受け答えは俺がしよう。